神林明10月6日から1980年8月28日は日本の小説家で昭和期を代表する私小説作家の一人、高知県出身。本名は徳広岩尾城。バラヌス人で登場、その後小説に活路を開き、西洋羽病院にてなどの病災物で高い評価を受けた。高知県旗軍伝の口村下田の口に生まれた。 高知県立山中の時代には雑誌、文章世界に影響を受け、友人らと語らって回覧雑誌、書き手を発行し、この頃に小説家になる希望を持った。また、芥川龍之介に傾倒する。1921年に熊本の第五高等学校文科高類に入学。入学した年に交友会雑誌、流南の検証創作に応募した。 岐阜ひさげあかりが3等に入選。翌年には雑誌部委員となる。1922年に高等学校の寮を出て、熊本市城林町75の森山方に下宿、神林の筆名は、この時に住んだ地名に由来する。東京帝国大学文学部英文化に進学し、1927年に卒業後は改造者に入社。 現代日本文学全集の構成や雑誌編集に従うから、同人雑誌、風車を刊行し、同士に渋垣をかじる少年または飯を盗む少年、凡人凡皮、夕暮れの会話を発表する。改造者では従業員の執筆活動を禁止していたため、神林明の筆名を用いた。百三十二年八月、バラヌス人が川端康成に、 言いたいことを実によく裏に押し込めながら、半つてよく、貧苦を浮かばせ、目に見えぬものを追うかのような少年の感情を生かしたことは、生活を見ている、目の誠実の手柄であると激賞され注目されたが、1938年の、安住の家により、ようやくその作風を確立した。1 9 3九年に、妻のしげこが精神病を発病して、1 9 4六年に、 亡くなるまでの間、西洋羽根病院にてなどの、病災物を書き、記録、読者に迎えられた。1962年、二度目の脳出血で、半身不随となったが、妹、息子の献身的な介護と後日筆記により、白い屋形船以下の小説を書き継いだ。尾崎和夫と並び先行記を代表する、私小説の作家である。生活上の不遇を背景としつつも、 それに負けない、口実性を、ストイックで端正な文体が支える。また、話し言葉がリードし、独特のリズムを持つ尾崎の文章を、音楽的と評するならば、一種幻想的とも言える、色彩感覚を持つ神林の文章は、絵画的と評することができるだろう。神林と交際していた作家の伊藤聖は、神林君などの詩小説家の生き方から、最もよく、 日本文学を学んだと書いている。代表作は、バラ結びと、西洋羽病院にて、春の坂、白い屋形船、ブロンズの首など。1969年、日本芸術院会員。1980年8月28日、脳血栓のため、東京都杉並区天沼の病院で死去。すべて短編小説。ありがとうございます。